はい、皆さんこんにちは、まいちくです。今日もドリスピ楽しんでいきましょう。いつもコメント、高評価ありがとうございます。ゲットしたね、このイフリート、腰をプラプラにしてね、少しずつ育てています。今日はですね、以前からお伝えしていましたこちら、7月チケットオーダーですね。このね、2626枚貯まったので、まとめて引いていこうということで、まあ、このフェアレディ Z32 と、ね、S14 ケーズシルビア、星6、そしてこの星5、まあ、星4とね、確率は違うんですが、まあね、Z32 の方がね、確率は低くて、でも僕が欲しいのは S14 ということで、はい、今回もまとめて全部オールスキップで引いていきましょう。まず最初の10連、皆さん長いですがお付き合いください。さて来るかと、まあ最初はね、こんな感じでスタートですよ。はい、20連目どんどん引いていきましょう。1、4、1だ、あ、3に来ましたね。これは嬉しいね。星5ですね。しかも出だし好調じゃないかな。僕星41台だけ当たってたんですが、これは嬉しいですね。はい、じゃあ30連目いきましょう。 S14 欲しいです。さて、まあ箱ですね、箱もね、まあ嬉しいですよ。40連目引いていきましょう。何が来るか、まあこうですね。はい、いいですよ、どんどん引いていきますよ。次は14来るか。はい、箱ですね。はい、60連目引いていきましょう。14がね、とにかく欲しいですね。はい、はい、そうですね、わかりました。はい、70連目 S14 ちょっとね、来てほしいです。本当、70連目来るか。 Z32 ね、なぜか多いですね。星4でも嬉しいですね。はい、さて80連目いきましょう。14お願い、14来て。80連目、さ、はい、仕方ないですね、箱いただきました、感謝です。はい、90連目引いていきましょう。来るかですよね、この星の仲間と。100連目いきましょう。さて中間、あ、来ました、星4、シルビアね、星4でも嬉しいですね。やっと来ましたね。では110連目どんどん引いていきますが、あ、こんなか、来ない、仕方ない。はい、190連目いきましょう。そろそろですよ、みんな。あ、来ましたけど、まあ星4、フェアレディ Z、確率的には低い方が当たってくるな今日、なぜだろう。もう200連目ですね、早い。あ、引いていきましょう。200連目来て、来て、こうない。はい、210連目いきましょう。ちょっと疲れてきた、来る、来ない。はい、220連目ですね。どんどんいきましょう、どんどん。14来い、14、待った、 Z 来た、すごいな。いずれね、このナミコ Z32 も星7にね、したいです。230連目かな、いきましょう。はい、さて、さって来ないね。240連目か、いきましょう。もう一回お願い、来てほしい。14お願い、お願い。箱嬉しいですね、これね。250連目ですね。あと20回来て、来て、来ない。ラスト10連となりました。さて来てくれるのか、最後のね10連で S14 シルビアケース来てください、お願いします。
さてゆっくりゆっくり見ていくがでした。さあ、最後はねもう、まあ、単発でね、はい、行きましょう。はい、ありがとうございます。箱ね、本当の最後ですね、これが。ということでコインでした、まあ、お金は大事ということで、はい、ということでね、足りなかった、一応ねメダルを使ってこれだけね、揃えました。いやまあ非常にね、こうですね、はい、まあ、メダルのね消費は苦しかったですが、見ていきましょう。こちらね星6の状態ですね。 S14 シルビア後期ケーズ、まあターボですよね、僕がね最初乗りたかった車ではあります。実際乗れませんでしたが、星6の初期ステータスとなりますね。まあ戦闘力としては高くないですよね。とりあえず、合成していきましょう。まずはこれで、はい、星6プラスの完成ですね。そして星6プラプラにしていきましょう。はい、そしてね今回この動画のねメインである星7爆誕ということでねやっていきましょう。これで、はい、シルビア S14 ケーズ後期星7爆誕となりました。これですね、見ていきましょう。めちゃくちゃかっこいいんだけどね、これ、これですよ。確かね僕両一君くんのねツイッターだったかなで見た時にね、もうこの14にね一目惚れしたんですよね。この星7に変化した時のね14に少しねカスタムしていこうと思います。エクステリアでボディキットをね ABC、 まあこの D がねやっぱりね、僕が惚れた、ボディキットなので、ウィングはまあ B もいいけど、そうですね、やはりボディキット、このね D でいきましょう。さて大事なねホイールですが、まず車高全下げで、でまあキャンバーどうしよう、ちょっと強めにしよっかね、いつもより23でいっか。でオフセットは、まあ、いつも通りね全出しですね。でこのねホイール、皆さん一応に何が合うと思いますか。これ結構僕悩むんですよね、14って。赤にしよっかな、結局つけたがりですね。はい、これねティッシュ砲、いややっぱり合うでしょうこれ、うん、やっぱりこれつけちゃいました。はい、でカラーこれ5つありますが、いいね。ちょっとその前にですね、ラッピングステッカーこれオフにして、これですよ、僕初めて見た。このね、かっこよくないですか皆さん、これ。特にこの下のこのレッドラインがね、薄モチックでね、めちゃくちゃ僕好きなんですよ。で、14のこのね、釣り上がった感じの顔面のね、この目といい。このでっかいウィングも最高だね。いや、ほんとかっこいい。少しね、カラーをね、全部見ていこうかなと思うんですが、黒。黒も良さそうだな。黒もいいですね。黒もかっこいいね、これ。めちゃくちゃ引き締まっててありですね。かっこいいな。黒と赤だからね、このホイールもよく合ってて。やっぱりこの形がいいから、なんか全部合いそうな気がしてきましたね、これ。あとは、これはなんだろう、シルバー系かな。これはこれで、これはこれでありですね。全然いい。やっぱりこの星714後期、皆さん、星7にすると化けますよ、これ。
どうですか、残りの2色見ていきましょう。これ青かな。あーいいね、青もいいね。これなんか S15 の純正色をちょっと濃くした感じのブルーかな。意外と合いますねこれ。うん、であと赤かな。これ赤にしたら全部赤に。あでもなんかいいかもしんない。いやいいかもしんない。これ赤にしてもフロントとかこの黒が残る部分がしっかりあるんで、あいいですね。ボンネットカーボンボンネットだしねこれ。うん、いやいいよこれ、結構これ好きかもしれないな。ちょっと赤で、うん、僕赤で走ろうかな。今日せっかくなんでこれでちょっと後で走ろうと思うんですが、星7のね初期ステータスはこちらです。まあ多分これつけたとしてですよ。あーやっぱりね、そうですよね。これでちょっと泉ちゃんを抜いたら830ですね、アイレベル1で。まあ戦闘力高いとは言えませんし、ステータスも良いとは言えませんが、この泉ちゃんをつけると、レベル54の泉ちゃんをつけるとこうですね。パーツは ECU 以外はオール20、フリパは13ですね。はい、セッティングをして走っていきましょう。今日はフレンドのね遠野くんのこのね珍しい ER34 ですね、 D1 の。これをね僕持ってない車両で少し見たいので、ちょっとね遠野くんとバトルしていきましょう。あーこれやっぱり持ってないけど、僕 ER34 も好きなんですが、これかっこいいですね。そしてやっぱりね S14 かっこいいね、うん、赤も似合ってます。さてあースタートもねロケスタもやりやすいですね、うん、メジャーな感じでできました。はい、走りはねもうあのうんこんな感じですよ。ただまあ戦闘力とねステータスそのまんまですよね。まあコーナリングが弱いですね確かに。あーやっぱりねギリギリかな、ギリギリ勝てた感じですね。途中ちょっと詰められましたが、まあ、ハンドリングにねステータス振ってまあねちょっと楽しめたらなという感じでしょうか。はい、かっこいいですね、うん、走りにこだわらなければいい車ですよ。なんといっても見た目が僕の中で120点なので、とても素晴らしい車をね、はい、ゲットできたんじゃないかなと。星7車コレクションにね新たな素敵な車が1台増えたなと思っています。はい、そうですね、これから多分ね結構この車僕乗ると思うので、フレンドの皆さんや、バトルでねお会いした時には皆さん、あ毎月これ乗っとるわと思ってね、あの楽しくバトルしていただけたらと思います。はい、こんな感じでね今日は S14 シルビア後期をね星7にしていきましたが、まあ、戦闘力もね低いですよね正直。でステータスもこんな感じですが、まあ見た目がね僕と同じように好きっていう方がねおられたら、よければ星7にしてみてはいかがでしょうか。ということで皆さん今日も動画見てくださってどうもありがとうございました。またね新しい企画もいろいろやっていこうと思うので楽しみにしていてください。それではまた次の動画、次の生配信でお会いしましょう。じゃあまたね。